にちは、マキオです。なんとダラスに丸亀製麺がオープンしました。イエーイ。うどん専門店は初めてになります。テキサスでも丸亀製麺は初出店になります。とっても嬉しいです。オープンしたのは8月31日になりますので3日前ですね。今日やっと来ることができました。それでは行ってみましょう。丸亀製麺の特徴がこのセルフ形式です。まず列に並んだら自分で食べたいうどんを伝えてうどんを受け取ります。その後トレイを進めながら前に進み、同時に食べたい天ぷらやサイドディッシュを選びます。どれも美味しそうなのでついつい取りすぎてしまいますよね。ネギと天かすは無料トッピングできます。列の最後でまとめてお会計です。メニューはアメリカ流にアレンジがされていました。ぶっかけうどんは BK となっていました。おそらく発音しにくいからでしょう。チキンミートボールやチキンエッグドロップなど見たことないメニューがいくつかありますが、一番驚いたのはこちら、マッケンチーズのうどん。マッケンチーズとはマカロニチーズのことで、アメリカの家庭料理の一つです。これはすごい。次回はこちらを注文してみたいと思います。そしてサイドディッシュも面白く、カツサンドやロバタ焼きがありました。さまざまなトッピングがあり、好きなものを好きなだけ食べれるのがいいですよね。いろいろ注文したいものはあったのですが、私の胃袋はブラックホールではないので、今回はこちらのきつねうどんと天ぷらを注文しました。では実食。天ぷらをうどんの上にのせていただきます。つるんとしていてとても懐かしい味。きつねを食べたのはもう2年ぶりです。ファーストフード感覚でペロリと食べ終わってしまいました。ロバタ焼きも美味しかったです。冷たいうどんもありますし、温かいうどんもあるので、うどんは一年中楽しめますよね。ローカルニュースによれば、これからダラスだけではなくヒューストンなどにも店舗拡大計画があると聞きました。日本のうどんがいろんなところで食べれるようになるのはとても嬉しいですね。丸亀製麺は日本で1000店舗以上展開する有名な讃岐うどんチェーン店です。讃岐とは日本の香川県のことで、香川県はうどん県としても知られていますね。うどんは全て店内で製造しているので打ち立てが楽しめます。実は海外店舗もたくさんあり、中国、インドネシア、ベトナムなどの東南アジア国はもちろんのこと、ロシアにもあるそうです。私が台湾に住んでいる時も近くに店舗があり、いつも行列ができていました。アメリカはハワイとカリフォルニアにあり、テキサスではここキャロルトン店が初となりました。エクゼミーダラスではアメリカダラス生活に関する情報を発信しています。まだチャンネル登録されていらっしゃらない方はこちら赤いマークのチャンネル登録もお願いします。丸亀製麺おいしそうと思う方は高評価、いいねボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。